クトゥブッティーン・ムバーラクシャーは、インド北部を支配したハルジー朝の第五代君主。父は第三代君主アラー・ウッディ・ン・ハルジー。1316年1月、当、アラー・ウッディ・ン・ハルジーが死亡すると、最小で肝眼のマリクカーフールに、上の兄二人は盲目にされて遊兵され、三男のクトゥブッティーン・ムバーラクも、また同様に遊兵され、危うく盲目にされるところであった。 その後、幼いマッテ程シハーブッティーンウマルが苦月として擁立されたが、2月にマリックカーフールは、戦王に反発する貴族に暗殺され、ウマルも敗された。貴族らは遊兵されていたムバーラクシャーを擁立し、4月14日に彼が即位した。ハルジー・アサデは、アラー・ウッティーンが強力な指導権の確立のために圧政を行っていたため、その反動で、 内紛や反乱が相次いでいた。ムバーラクシャーはこれを抑えるために大社を布告したばかりか、父時代の統制の緩和や恩赦を連発したが、かえって王朝にさらなる混乱を招き、社会不安も増大させた。とはいえ、ムバーラクシャーは父、アラー・ウティーンのような冷酷さを見せ、1316年にヒズル・ハーン、シャーディー・ハーン、 シハーブ・ブッディーン・ウマルの兄弟三人を殺害したばかりか、1317年にヤーダバ町の君主、ハラパーラデーバが反乱を起こした際、その生皮を剥ぎ取って殺した。また、ムバーラクシャーは父、アラー・ウッディーンがマリック・カー・フールを徴用したように、自身もヒンドゥー教からの回収奴隷であるホスロー・ハーンを徴用し、彼を総司令官の地位に任命した。 グジャラート出身の彼は、親戚と称して、同地方の低級カーストであるパルワーリを集め、300人を宮殿に引き入れた。1320年7月、ムバーラクシャーは、ホスローハーンに殺害され、首のないその死体は中庭に放り投げられたのだという、ありがとうございます。